モノラル専用カードリッジをお持ちでモノラル版を再生する場合、プリアンプやプリメインアンプのモードセレクタースイッチをステレオのままでご使用の場合は、モノラル再生の醍醐味を十分には発揮できていないかもしれませんという話です。子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは、ソウさんです。今日はカードリッジの話なんですが、まあ、根元が2ピンの場合はケーブル1本なんで構造上はそうならないんで、まあ、置いときまして、根元が4ピンのモノラルカードリッジの使用が前提です。まずモノラル信号をステレオポジションで再生した場合なんですが、それをステレオで録音します。で、一見 L、R どちらの波形も同じように見えるんですが、よく見ると L、R で波形に若干の違いが出てる時が見受けられるんですよね。で、クローズアップすると分かるんですが、まあ、ということは完全なモノラル信号ではないんですよ。その再生がモノラル信号ではない再生なんですよね。まあ、極端に言いますと、モノラルカードリッジとモノラル版を使ってステレオ再生をしている感じになります。これでは再生音に乱れが生じてしまうと思うんですよね。じゃあどうするかと言いますと、アンプのモードセレクターを L to LR か R to LR にする必要があるんですよ。通常問題がなければ L to LR でいいと思います。これはどういうことかと申しますと、完全に一致しない L と R の2つの信号を LR のスピーカーから再生させるのではなく、どちらか片方の信号だけを L、R に振って再生させるということです。これで先ほどのステレオポジション再生時に比べ乱れが少なくなったと思います。まあ完全ではないんですけどね。それはなぜかというと、パワーアンプにもスピーカーにもプラスマイナスの誤差があるという前提がありますから。そういう意味では本来のモノラル再生は、まあ、スピーカー1本がいいんでしょうけどね。私は現状このような形で再生しています。あとトーンアームから MC トランスに入っているトランスのイン側のケーブル、これも R チャンネルの方は抜いてあります。これはまあ一応なんですが、起こりうるかもしれないループノイズへの対策です。もしやってみて効果ないなと思ったら前のセッティングに戻してもいいので、まあお金かかりませんのでね、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。まあ結局は耳なんで、まあ好みの方を選択すればいいのかなと思います。というわけで本日はモノラルカードリッジの使い方について少し触れてみました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど。さようなら。